皆さん、こんにちは。しおりみちゃんのしほです。はい、ということで今回ですね、今回は私の後ろにある机を紹介していきたいと思います。デスクですね。デスクですね。デスクですね。なんか模様替えされたんですよね。そうなんですよ。はい、前からね、言ってたもんね、モノトーンを強めに、まあ、全部をモノトーンにするわけじゃないけども、はい、まあ、ピンクもちょこちょこ残りつつ、うん、はいはい、はい、していくというね、100均でいろいろ買ったりねしたしね。じゃあ今回は机の上だけですね。そうなんですよね。ここではちょっと見せられないですよね。それは順次ですね。はい、このね、横の棚とかも実はね、汚いんですよね。まだ汚いんですね。で、今回はじゃあとりあえず机の上だけ完成ということで、机の上だけお見せ しましょうということですね。はい、はい、ということでね、まずこっち側から紹介していきます。はい、で、以前壁に飾ってたものを置いてます。でね、縁と枠とか変えたんですよ。はい、まあ一度ね、りみちゃん部屋行きかなと思ったんですけど、はい、ここにね、ちょっと置いてもいいかなということで、またしばらくね、ここに置くそうです。はい、で、壁になんかいろいろ貼ってあったものが全部綺麗になっちゃったね。取りました。取ったんですか。取った跡が残ってるんですけどしょうがないね、それね。で、この辺の花とかは前もあったよね。前もあったと思います。手作りのだけ、バーバリウムっていうんだっけ、これ、この瓶に。そうですよね、これね、うん、全部100均なんですよ。そうだよね、容器100均、セリア、この液も100均だし、うんうん、この花も100均で、全部セリアで揃えたんですよ。そうだよね、自分で作ったやつだからね。そうです。で、これも100均ですよね。あ、そうだね、これもこの瓶100均、これもこの花も100均だし、うん、このなんかハートも100均、ね、これも結構ずっと置いてあるよね。ずっと置いてます。お気に入りなの？お気に入りですね。唯一こうピンクピンクしてる感じだけどね。確かに、うん、で、これが、まあ、電気で、この写真もずっとあるよね。これね、私が7歳かな、あれ、リミが3歳か、ちょっとぷっくらしてるしーちゃんみたいな。リミが3歳の時、これ、あれ、リミもう5歳ぐらい。そう考えると変わったよね。で、この下がね、まあ鉛筆削りはちょっと汚いんですけど、まあ、あともうちょっとだね。小学生の時ぐらいかな、鉛筆削り使うの。あともう1年半ぐらいはお世話にならなきゃいけないから、これ汚いんですけど、まあしょうがないと、ここにないと。でも使えるんで、うん、私が汚くしたので。うん、でもね、聞いて、こんな汚くなったの理由があってね、うん、あのね、小学2年生ぐらいかな、うん、いや、3年生です、うん、まあ、リミと同じ部屋だった時、うんうんうん、これ一つしかなくて、うんうんうん、こう揃ってね、うん、私が先ってやって、あ、争ってたのか、争ってこうなんついてるんですよ。なるほど、こうやってこうやってこうやって、じゃあ拭けば落ちるんじゃない。落ちないんです。落ちないんだ、これ。もう消しゴムでこうやった、その後にね、うん、水ダメかなとか思いきやね、うん、なんかあるじゃん、チョコ液、ね、チョコ液、うん、それでね、拭いたのもダメだった。ゴワーって拭いたの、全く落ちない。そっか、じゃあまあしょうがない、まあ、中学校行ったらまあシャーペンがなるからね、もう大丈夫っしょ、もうちょっとかな。ということで、一応これもここに設置されてます。これが多いよね。あと10、これは何、これも100均で買ったやつ。かわいいよね、これお気に入りなんだ。そうなんです。なるほど、これ充電で、充電器、これね、電気が、そうなんです、電気でね、しほちゃん、リミのはないんだけど、しほちゃんのはね、これね、ここにあったんだよね、させるところが。なので、机の上で充電ができるという、なんて快適なんでしょう。なんて快適なんでしょう。いいよね、これはすごくいいですね。今の時代ね、スマホの充電はね、欠かせないのでね、うん、そうなんですよね、すごいいいんです、これね。で、友達からもなんでね、うん、ライトが2個あるのって言われるんですよ。あー、確かに暗いからっていつも答えてるんですけど、うん、違うよ、最初こっちのちっちゃい方買って、あまりにも小さかったから大きいの買ったんじゃなかったっけ。え、違うよ、ほらちっちゃいの買ったじゃん、うん、暗いんですよ、こっち側が。あー、そっかそっか、多分こうやるためだよね、こう。なるほど、この机ね、幅がね、横幅がすごいんですよね、この IKEA のベッドに合わせてあるから寝れるんですよ、ここに。そうだから広いから、その分ライトもね、弱いんだよね。
はい、ライトも弱い、ライトが弱く見える。あ、そうですね、普通の机だったらこれ1個で多分全然余裕なんだと思うんだけど、ちょっとやっぱ暗い、まあもともと部屋がねあんまり光が入らないお部屋なので、ここ確かにね。聞いてください、うん、もう話変わっちゃうんですけど、はい、見てくださいこれ、はい、あ、傷やばくない、映るかな、あ、映った、やばくないですかこれ、何これ、え、取れないの、もうこれです、これですね、うん、カッターでやりました、あらららららじゃあダメじゃん、もうダメなんですこれ、あれちょっと前までなかったよね、そうなんですよ、最近最近カッター使ったの、そうなんです、スキルを切り取ろうと思って、うん、スキルね、うん、分厚かったから大丈夫でしょってやったんですよ、うん、そしたらこうなりました、あらららららら、もう一生消えない傷みたいな、そうだね、一生消えない傷だ、まさしくカッターやっちゃったんで、やばいね、でもね、うん、これ気持ちいいんです意外と、いやいや、そういう問題じゃないでしょう手をこうやるとね、うん、気持ちいい、いや、そういう問題じゃないでしょうはい、じゃあ次行きましょうか、次こっち側行きますか、で、で、あ、これね、この前イングで買った帽子、はい、ちょっと今かけてるけど、まあモノトーンだからちょっとおしゃれに帽子をかけて、おしゃれにまあでもちょっと暗いので一回ちょっと取って電気をちょっと明るく しましょうか、はい、こんな感じでね、うん、こっち側は全体的に見るとこんな感じになりました、はい、ちょっと変わったよねやっぱね、変わったよね、てか全部変わった、いや、これは多分一緒、この辺はそうだ、いや、でもこれになってから多分紹介はしてないんじゃない、マジ、うん、こちらですね、白黒の写真を飾っておりまして、はい、これはもう相変わらず描いたやつだね、描きましたいです、大好きなやつ、おお、すごい白黒の昔の感じの写真ですね、で、この辺に何これ、チョーク、チョークです、チョークで塗りつぶしました、黒板だからね、そうなんです、で、ここも白黒がいて、白黒がいて、S と志保の S、 はい、はい、でしたが、これは前からある100均でやってるやつですね、ここにも写真が入れられるんだよね、そうそう、写真を入れようと思ってさ、うん、誰の写真を入れるかなんですよ、そうだね、まあおいおい、それはまあそのままでもね、別に変ではないけどね、そうなんです、ね、そう、ここも本当はね写真が入れられるやつなんだけどね、うん、で、この前なんかお友達にもこれ写真入れないのとか言われてたよね、そう、うん、誰の家よがずっと迷ってそうだね、そうなんですよ、うん、で、塩です、そう、うちあのなんかお清めかなんかで各部屋に塩を置いたんだよね、はい、それでもカチカチなんですもん、意味なくないですかあれ、この前変えたばっかだよね、塩もうカチカチなんです、やばいよ、悪い運気があるのかな、このやだー、やめてそんなこと言うので、これがまあ扇風機、去年使ってた、去年だっけ、去年、今暑いからね、あー最高ですで、まあティッシュがあって、で、あとここかな、この前主にダイソーで買ったやつですね、はい、で、まあコロコロはこれ無印かな、昔、もう超昔に買ったやつだよね、うん、もう何年も前ですね、これはね、で、これがこの100均ですね、しりとり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 じゃないよね、ごめんなさい。ちりとりじゃないよね。ちりとり、ちりとり。これも百均ですよね、はい。そうなんですよね。この立つのが便利って言ってて買ったのよね。あとモノクロっていうか、シンプルで可愛いじゃないですか。うんうんうん、部屋に合うかなと思って。なるほど。で、こっちがこの前買ったそのままですね。この台と、はい、雲の缶とこのね、ろうそく入れました。この丸ろうそくの星に。で、これがディフューザーみたいな感じ。で、これですね、あ、そうだ、なんて書いてあるでしょうそう、これね、なんて書くかっていうのをね、机紹介の時に楽しみにしてくださいって言ったんですよ、こういう品紹介の時に、そうそうそう、なんて書いたでしょうか、わからない、予想がつきません、じゃあ発表してください、いきます、じゃじゃん、犯人は君だ、えなんで犯人は君だなの一回言ってみたいセリフを書きました、一回言ってみたいセリフ、かっこよくない、何、犯人は君だ、漫画の読みすぎじゃないのあなたかっこよくないこのセリフかっこよくないわ、じゃあなんて書こう、何、犯人は君だって、かっこよくない、かっこよくないってわ
まあこれはいずれ買えるかもしれないけど、まあとりあえずここに。は、ん、に、ん、わ、き、みと、ローマ字で。これね、ここにね。はい。まあこの辺は全部100均で成り立っております。はい。はい、じゃあ最後この棚ですね。この棚も変わったよね。今まで結構なんかカラフルだった気がする。確かに。ね。まあでもここに100均で買ったカンカンにこれセリアですね、2つとも下がニトリ、ニトリ、ニトリで買った緑に、うん、この辺はまあこれチェキみたいなカメラ、チェキです、チェキだね、チェキです、うん、まあモノトーンで可愛いということで、可愛いですよね。でこれあれだね、前プラザかなんかで買ったあのピンクのハートのケースみたいなのこう入れるやつなんだけど、なんか1個蓋がなくなってるっていうね、よく見ると本当はもっとあったんですけど、そうだよね、蓋変えちゃいました。でこれが匂い玉を入れたって感じ、中に。そうなんですよ、中身。これどこで買ったんだっけね、あれじゃない、あのダイソーのミニソーじゃない。ああ、なんかミニソーで買った気がする、幕張の。まあ、いいや、買った気がする。こんな感じで、で上にプリクラがあります。で上が、まあ、このね網網で、まだ青春のね、うん、青春がね全然なくてね、青春で揃えようと思って、これ青春で撮ったやつ。あ、そう、ちょっと右はお友達写せない学校のリア友ですね。そうなんですね、去年一緒にね映画見た後にプリクラ撮った。左はね、まあ、この前動画にもあの登場していただいたゆあちゃんですね。はい、マスクしてるしちゃんと。だから全然さ、隣と比べるとさ、うん、小顔になってないなと思って。ああ、反応してないよね。そっか、じゃあやっぱりマスクすると小顔なんないのかな。でもこれね、うん、なんかね、青春2、うん、これこっちなんか青春ではない2なんですよ。あ、そっか、だからかわかんないから、あんまり厳しい小顔じゃないよね。まああんまり変わりすぎんのもさ、なんか気持ち悪いから普通ぐらいがいいんじゃない。これまあね、ちょうどいい感じ。ちょうどいいかな。ちょっとこっち側は今多分映せないかもしれないけどね。でも、うん、なんか青春で揃えたいと思ってて、今度じゃあ誰かと青春で撮ったらまた増えていくってことね。そんな感じです。はい、はい、まああんまりね、やっぱ今コロナ禍だからなかなかねプリクラを撮りに行くっていうことがなかなかなくなっちゃったしね。はい、ということで一応ねこんな感じで、はい、机の上がちょっとだけ変わりました。モノトーンっぽくちょっと大人っぽくなったのかなという感じでございます。はい、はい、じゃあ次はね、また棚とか引き出しとかをね、もうちょっと整理して、あとその下にバサバサしてる、やったなんか学校の教材的なもの大丈夫大丈夫ですか。はい、じゃあということで大丈夫ですか。じゃあ最後にね、うん、みんなにね、謎々を出して終わりたいと思います、じゃあどれにしよっかな。でいくよ。ピンク色の月を見たという人が見たのはなんていう月かな。ピンク色の月を見た、ピンク色の月を見たという人が見たのはなんていう月。さあ、何かな、これ答え言っちゃっていいけ。正解はこの動画が見終わった一番動画の最後に書いときます、はい、ということで、はい、それではバイバーイ。正解は嘘つきですなんで嘘つきなの。ピンク色の月なんてありやしない。だから、ああ、そういうことね。だから嘘つき。難しい。はあ、難しい。難しい。またねー。またねー。バイバーイ。